秋篠宮ご夫妻の次女佳子まが国内最大規模の花の展覧会をご覧になりました。会場には関東や東海で栽培されたおよそ2,000点の花が展示され、花の展覧会としては国内で最大規模です。佳子まは母親の紀子さまと一緒に会場を回りながら、「いい香りがします。かわいいですね。」などと笑顔で言葉を交わし、1時間近くバラやスイートピーなどをご覧になりました。 そして主催者の茨城県知事から花束を受け取り笑顔を見せましたこの展覧会は東京池袋のサンシャインシティで2月1日まで開催されます